皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今日は年越しキャンプ大晦日ということで、ちょっとね張り切っていこうかなと思うんですけど、久しぶりの群幕ですね。ちょっと雪がすごくなってきたんで、今年はねちょっとこんな感じで年を越していこうかなと思います。うわ超雪国、こうやってみたら。どうぞお先に。到着。ケミさんは長風呂。よし、あ、そういえば薪ストーブ使うの忘れてた、暖かくて。焚き火はもういいかな。よし、薪ストーブにしよう。あ、これ忘れて帰りそう。あ、凍ってそう。冷て。風呂上がり乾杯。最高。大丈夫かな。お、大丈夫そう。超バチ当たりなことしてしまった。うわ、あ、やべ、ちょっと大変なことだった。この中に確かね餅が8個ぐらい入ってるんですよ。なので後で食べよう。久しぶりだな、ドラゴン。儀式中です。ガソリン系のバーナー使ったことないですか？これが今余熱を与えてるんで、温めてます。そうなんですよ。これは今ホワイトガソリンをなんつうか、ここら辺にジュワーって充満させて、そこに火をつけて、で今元栓はもう閉めて、全部閉めてるんですよ。今ある程度温まったんで、感じでつく、ね、これね、サイレンサーつけてるんで全然音しないです。本当はねバキ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 みたいな、バキバキとは言わないけど、めちゃくちゃうるさいんですよね。これ今日は熱燗にします。うわ、こっちもいい感じだね。うわ、めっちゃカニの匂いする。これはうまいぞ絶対。もう寝るの？早ね。うわ、うまっ。うまそう。ちょっと飲んでみようか、味見。うまっ。これなかなかレベル高い。意外とカニっていう感じは、まあ、もちろんカニの風味もあるんですけど、鶏肉も飼ってますね、やっぱ。オッケー。年越しそばです。カニ入り贅沢、いただきます。
カニ入りいいね。かまぼこ入れ忘れた。まあ、いいか。今日酔っ払うな、これ。ってことで、まだ8時半なんですけど、年越しね、ま、寒くて口回らなくなってきた。あの年越しさ、毎回カウントダウンしてたんだけど、ちょっと今日は無理です。やっぱ群膜疲れる。あのね、出たり入ったりするとやっぱり背が低いからちょ腰痛くなってきちゃって、今年はもう30歳になりましたし、30代の年越しはちょそんなに元気があるものではないということで、てか40代はもう7時に寝ましたから、7時に年の差、こうやって年を取っていくんですね、一歩一歩。ちょっと寝ます。今年もありがとうございました。来年も頑張ります。おやすみ。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。もうすっかり朝だ。全然雪降んなかったっすね。まあ、さらっと降ったぐらいです。降り続けなくてよかったっすね。まあさらっとって言ってもね、粒自体大きい雪だったから倒れそう、倒壊しそう。ちょっと新年のご挨拶していきますか、相棒に。あ、はい、さすが起きるの早い。初の雪中キャンプのさ、あの感想聞きたいですよね。貴重な、もう僕も一番最初に雪中キャンプした時の記憶あんまないからな。まあ動画には収められてるんですけど、ちょっと聞いてみましょう。おはようございます。疲れてる。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年こそはいろいろ成し遂げましょう。ですねですね、しか言えないですね。いや、本当にところでどうでした？寝れなかったし。寝れない、寒くて。寒くて、何寒ですか？え、あ、ストーブ消して寝たんだもんね。そうですね、当然。底冷えですね、やっぱね。底冷えか、コット使ってたけど、あれ、ダメか。ダメ、コットの上にマットレス敷かないとダメか、やっぱ。なるかもしれないですね。うん、僕はいつもそうしてますね。寒かったか。これあの冬装備はしっかりと、うん、するべきですね。あ、そう、あ、それめっちゃ貴重な意見ですね。あの自分にはまだ早いです。うん、まだ公開してるかどうかわかんないですけど、うん、あの僕の冬キャンプのこれあったらいいよっていう装備動画あったじゃないですか。あれ言ってることわかりません？わ、すっごいわかります。寝具が一番大切って。マットレスと寝袋ね。まあ、マットレスが一番大切だから。ストーブ入れても上しか温まんないし。そう。おいおい揃えます。ゆけみさん激震でしたね。そうなんですよ、やっぱね、マットレスが大切なんですよね。どんなにいいテントでも、どんなにいいストーブでも、マットレスがダメだったら底冷えしちゃうんで台無しになっちゃいます。
さてご飯食べるか。お雑煮。お。パリッパリ。もはや氷。氷がついてますね。うわー気持ちいいやつだこれ。氷。一発目は伊藤園の濃茶、応用茶。うめ。よし。あ、だいぶ濡れたなこれ。あ、こういう感じで入ってるの。おー、入ってました。ちょっと腹減ってるんで3個いけっかな。3個いっちゃおう。あ、そういえばこのさりげなく吊るしてるこのペグハンマー、これ山賊マウンテンですよね。これ友達がさ、もう錆びてるしいらないって言ったんで、なんかもらいました。これいいよね、この武骨な感じ。これ重さも 1.5 キロぐらいあるんで、めっちゃね打ち込みやすかったっす。あともう家帰ってこれ錆を落としたら完璧っすね。超武骨。あとこれペグ抜きやすい、多分。まだ抜いたことないけど膨らまなそうだなこれ。やべえ焦げるなこれ。ちょっと膨らんでほしいな。焚き火は少々難しいな。めっちゃうめえ。あ、めっちゃうま。もちこんなうまかったっけ。これ俺焚き火でやったの初めてに近いんですけど、表面マジでサクサク、せんべい、せんべいですねこれ。おこげせんべいの中にお餅が入ってるって感じ。これもうパリッパリなんですよ、ここ表面がもう。うん、やっぱ焚き火だったら乾燥するんで水分ゼロですね、外側は。これ満足だな。あ、そうだ、お雑煮食べないと。うわ出た、カニ。まず飛び込んできたのはカニ。これ中ぎっしり入ってるからね。
これ完成形、餅も入れて、あとカニもね入ってる。昨日よりカニだ。あ、うますぎる。はい、ということで今回はね年越しキャンプということで、ここ北海道洞爺湖町でねキャンプをしたんですけど、2022年締めくくりとしてまあふさわしい穏やかなキャンプを過ごせました。楽しかったです。見ての通りねかなり快晴なんで、いやちょっとねこっから撤収するまでコーヒー飲みながらまったりしようかなと思ってます。気温も多分ねこれプラス域なんじゃないかな、予報ではマイナスですけど多分ちょっと上がってる気がする。昨日もケイミさんと話したけど、やっぱり去年できなかったこと、そして今年やりたいこと、まあたくさんあるんで、ちょっと皆さんの力も借りることもあると思うんですけど、とにかく動いてね、まあ、YouTube と頑張っていこうかなと思います。では最後までねご視聴いただいてありがとうございます。また今年もよろしくお願いします。じゃあね。